グレッグ・フィリン・ゲインズは、アメリカのキーボーディストで歌手。セッションマンやコンポーザーとしても活動し、数多くのミュージシャンと共演している。とりわけ、マイケル・ジャクソンのバックとしての活動がよく知られている。プロデューサーのクイーン・シー・ジョーンズ一派でもあり、彼が手掛けたミュージシャンのサイドマンとしても、数多くの作品に参加。また、とうとうに、メンバーとして一時期加入していた。 ミシガン州デトロイトで生まれ、後にカリフォルニア州ロサンゼルスに移る。スティービー・ワンダーの楽曲をインストゥルメンタルにアレンジした演奏がスティービー本人に気に入られ、1976年にスティービーのバックバンドに加入。その後、主に R&B やフュージョンの分野を中心にスタジオミュージシャンとして精力的に活動。1979年には、 マイケル・ジャクソンのアルバム、オフ・ザ・ウォールに参加し、その後も、マイケルの作品の制作に深く関わっていく。1981年、初のソロアルバム、処女公開発表。同作からのシングル、ベビー、アイ・ドゥ・ラビューは、ビルボード R&B チャートで72位に達した。1984年発表のセカンドソロアルバム、パルスには、YMO のカバー。 ビハインドザマスクが収録され、当時グレッグをバックバンドの一員に迎えていたエリック・クラプトンも自分のアルバムオーガストでビハインドザマスクを取り上げた。1991年にはジョージ・ハリスンとエリック・クラプトンの日本公演に帯同した。2005年以前よりサポートメンバーとして同行していた東東に正式加入。 キーボード演奏だけでなく、一部の楽曲では、リードボーカルも担当し、バンドが2008年に解散するまで席を置いた。2010年の再結成には参加せず、公式サイトでも元メンバー扱いとなっている。グレッグ・フィリン・ゲインズが、レコーディングやライブのサポートとして参加したミュージシャンの一覧。聖、または、バンド名の五十音順。ありがとうございます。